ふんきこ弁当ふんきこ駅は、台湾海予市県、竹崎号にある、有山森林鉄路、有山線の駅である。駅名は、付近の旧小ふごみ子が由来。ふごみと、湖は、敏南語でそれぞれ、ちりとり、くぼを意味し、当地周辺の地形と雲や霧に覆われた様子が、湖のように見えることからの命名であり、実際に、湖があるわけではない。後に、 ドーンの現在の地名に変えられた。船内では最大の拠点駅で標高1403メートルに位置する。スイッチバックによる上下線列車同士の離合地点であり、かつ蒸気機関車時代はここで機関車の入れ替えや水、石炭の補給が行われていたため停車時間を長くとっていた。そのため乗員乗客は待ち合わせ時間に街で 休息や食事をとるようになり、元来から貨物の集積所であった当駅周辺の集落がより繁栄した。そして行き交う人々に対して売り出した駅そばが、車中での食事用に弁当に発展し、当地の駅弁文化が醸成され、噴気子弁当となった。当駅の地名を冠した、この弁当は現在台湾全土のセブンイレブンなどでも、お馴染みの存在となっている。 蒸気時代の噴気古車庫は、現在県指定戸籍の車庫円区として、体駅車両が生体保存されている。単式ホームと島式ホーム2面2線の地上駅。最寄り停留所は、噴気古終点端。ありがとうございます。